今回新曲発表ですけど、これ衣装は何か関係があるんですかね。はい、新曲当日、発売当日が、まあ、ハロウィンの日ということで、今日はみんなで仮装して、ちょっと早いですけど、1日早いですけども仮装してやってきました。はい、はい、そうですね、今回のアンジュルムの新曲タデクウムシも Like It と46億年ラブという曲になってまして、まあ今コスプレというか仮装してるのでまあそれぞれいろんな個性の人たちいるんだなっていうのは見えにくいと思うんですけども、アンジュルムはものすごく個性が強いメンバーがたくさんいまして、まさに10人十色好きなら問題ないっていう歌詞がぴったり合うような、でもそんなグループのカラーっていうのもちょっと意識したタデクウムシも Like It と、あとは46億年ラブという曲では本当にノリもいいですし、そのメロディーも耳に残りやすいんですけども、でも私たちならではのちょっとなんかピリッとした歌詞の世界観とかも楽しんでいただけたら本当に素敵な2曲になっていますので、たくさんの方に聴いていただけると嬉しいです。なんか動画で見たんだけど、青井さん結構なんか推してるみたいな、はい、でもなんかあの応援してくださってて、でまあ、あの今回こうドラマともあったので、うん、はい、仲良しのヒャダインさんが、蒼井優さんと仲良しのヒャダインさんがこう書いてくださったりして、とてもアンジュルムらしい曲に仕上がったんじゃないかなとは思いますね。蒼井優さんって本当、応援してくれてますよね。本当にありがたいです、ね、なんか今までは本当にライブに来てくださることが多かったんですけど、はい、今回はこのような形で直接的ではないんですけど一緒にお仕事させていただくっていうのは本当に嬉しく思います。あの私は今あのオハスタでオハガールを務めさせていただいてるんですけど、蒼井優さんはあのオハスタファミリーの元オハガールでもありますので、うん、そういった意味でもすごくつながりがあって嬉しいなと思いますね。リボコちゃんはあの10人十色プラスっていうあの武道館の公演があったんですけれど、その時私のちょうど誕生日だったんですよ、17歳の。でその時にもうあの蒼井優さんが来てくださって、爪をよく見たら私のメンバーカラーの黄色の色のネイルを塗ってくださっていて、まあ、そういうなんだ細かいところまで本当意識して私たちのことがすごく好きなんだなって感じるようなことがあったのですごく嬉しくなりました。蒼井優さんがあのコンサート見に来てくださった時にあのもう 10人トイレっていう感じでもう10人のメンバーカラーのが入ったお洋服だったりネイルも、はい、ネイルも実食にして来てくださったりしてて、うん、とてもそこからあ本当に愛が伝わっていつも嬉しいなって思いますね、はい、あのその新曲の話に戻りますけど、あのミュージックビデオを見るとね、はい、それぞれなんか好きなものを、はい、なんか、はい、あの身につけてるというか、そうですね、あのちょっと非常にあれ分かりづらいんだけども見てて、だってあのモルタンなんかあれ木木じゃないですよ、あれはあのワニなんですけど、だからなんで木に寄り添ってんのかなって木じゃない、分かりづらい人もいるよ、だってあのあかりちゃんあれだもんね、ボールだもんね、野球ボールね、うん、でもどこにいるかあんまり分かんないですよね、形がボールと曲げてるかぶっちゃってる、うん、どれがあかりかな、それしょうがない、リーダーもあれ、はい、ただ紙でしょ、あれ、あ、紙じゃないですね、あれは L.R. マネの鉄道っていう作品があるんですけど、私は一番好きな画家がマネなので、で、絵なの、あ、そうです、絵のポストカードです、でそれを見ているっていう感じなんですけども、まあ私は本当にマネが好きで、うん、っていうのであの絵になりましたね、あの作品は、はい、でリナプは、はい、あれは何、私はあのお洋服が好きなのでお洋服に囲まれてるんですけど、わかりました、あ、それはなんとなくだけど今日のお衣装は、今日はあの私魔法使いにちょっと仮装してみたいなと思ったので今日はなりました。私はあのバラに囲まれてるんですけど、うん、最初はあのお花が好きですって言ったら真っ赤なバラをたくさん用意していただいて、うん、多分誰よりもなんか華やかになってるんじゃないかなと思います。はい、見てほしいです。はい、じゃあリナちゃんもちょっとカラちゃんも今名前わかんない、ちょっとあのね、ちょっと仮装してからよくわかんないんだよね、かですよね、猫かと思ってにゃー、はい、私はですね、はい、はい、私はあの好きというか百人一首顔、和風な顔で昔はモテたなっていう顔なので百人一首に囲まれて過ごしてます。私はあのタピオカなんですけども最初はちょっとね、モーニングにしか見えないけどでも本当はあの私は雨が好きなので雨と傘と水をこうやってバーンみたいな感じの設定だったんです最初は。だけどその時台風みたいなのにちょっとかぶさってたので、はい、風の影響で傘さした瞬間に全部逆さになっちゃって撮影がもう無理になっちゃって、でもともと室田さんがあの使う予定だったタピオカを私が使うことになりましたでも
好きですタピオカあの元メンバーもこの同じ時間帯にね、はい、知ってます？カメラさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。活躍してる姿をよく見るので、うん、それはなんかあの同期としても同じメンバーとしてもすごい嬉しいですね、うん、その活躍を見れるのは、うん、ライバルっていう形にもなると思うんですけど、なるほど、なんかもうがですね、はい、やっぱりもともとメンバーだし大切な仲間の一人ではあるので、うん、なんかそこに対してはライバルは全くないです、うん、むしろお互い頑張っていこうっていう感じです。で今年はやっぱりアンジュルムにとってすごいなんかの刺激的な1年だ だなって思うんですけど、うん、初めて海外公演もやらせていただいたり、はい、それこそあの前回取材させていただいた時が海外に行く前だったの で、うん、が本当になんかあのすっごい最高でした。すごい、ね、パリとか、それこそクロワッサンもいっぱい食べましたし毎朝クロワッサン食べましたし、美味しかった。なんか他にもなんかたくさんあのフェスとかにもロッキンジャパンとかも出させていただいたりしたので、うん、本当にアンジュルムにとってあの、うん、すごい刺激のある1年だったなって思います、うんうん、はい、前回も言いましたよね、M ステ出たい。出たい出たい、心が出たい、言ったのに、なんかちゃんとカメラにも映ってたはずなのにオファー来なかったからおかしいなと思って、今回こそは、それこそ事務所のあれだと思うよ。まあそこはもうね、あれですよね、やっぱ事務所の方にも協力していただかないと私たちの力だけでやっぱ無理なので。だからこの間あのモーニング娘。がね、はい、あの松岡真由さんと出てたでしょ。だからやっぱりあの蒼井優さんと出るってこと、出たい、それをちょっと僕が言ってもしょうがないんで、ちょっとそれを誰か言ってくださいよ。今蒼井優さんと共に私たちも出させてください。お願いします。オファー待ってます。お待ちしてます。今年はアンジュルムでもう一度あの海外ツアーに行きたいなっていう目標もあるの で、 そうです、ね、あの和田さんの卒業前にもう一度この10人で行って行きたいなっていうのはあります。はい、はい、まだ行ってない国とかもありますし、あの来てってあのよく海外のファンの方に言われるので、他の国も行きたいなって思います。意外と海外でも人気あったんで行けるんですよ。それは真面目な話、真面目な話、結構すごかったよね、うん、もう空港とかわんさかわんさか、いやみたいな。そういったことを自分たちから発信するのはどうかと思うんですけど、いいだから、あのアンジュは言わないとあの事務所の方が行動に移してくれないんで言葉に、そう、言霊、大事な言霊ちょっと私今あの耳を下がってるので結構大きな声で喋ってると思うのすごい、ここの耳が、言霊って大事なので、やっぱもう一度行きたいですね。本当にもう一度お願いします、うん、どうです、そういう今他のメンバーからそういう話出てますけど、海外、あ、そうですね、でも海外行って、単純にものすごく楽しみました。なんか初めて海外のファンの方と接することが初めてだったので、ものすごく熱狂的で、はい、私たちはなんかライブ中にそのファンの方の熱気にどんどん乗せられて、どんどんライブのその熱量とかが上がっていくタイプなので、あ、本当に相性がすごくいいなって思いましたし、なんか韓国公演ではあの本当にほとんどが女性のファンの方で、多かったですね。それに驚いたことと、やっぱりアジアツアーは3日間だけで3カ国ってすごく弾丸だったんですけど、なんか本当に一つの国回るごとに帰りたくないって思うくらい、もう歓迎もしてくださったし、私たちも思い入れもたくさんあるので、またあの感謝の気持ちを伝えに行けたらいいなっていうふうには思います。ね、じゃああと、はい、卒業まで、半年、あ、正確に日にちはまだ出てないんですけども、まあ大体半年として、はい、実現すればいいですね、じゃあね。そうですね、したい、お願いします。いけるいける。私たちの新曲をたくさん聴かないといなくなっちゃうぞわー、